第7、ガリシア空中機動警不評旅団は、スペイン陸軍の旅団の一つ。空中機動を可能とする、警不評部隊で編成され、多様な多国籍作戦に投入される。1966年1月24日に、空中機動不評旅団の名称で編成される。1987年に、旅団は、アコルーニャ県サンティアゴでコンポステイラから、 現在の中屯地であるポンテベドラの森井与将軍基地に移駐する。1988年に空中機動系不評旅団に改称され、アステリアス州シエロに所在する第3系不評連隊、プリンシペンが編入される。1994年に第6落下3系不評旅団、第2外人部隊旅団及び第8次下に空き兵連隊と共に、 緊急行動部隊に所属する。1996年に第7空中機動系不評旅団ガリシアに解消される。1995年4月7日から11月4日まで国際連合保護軍に参加するためガリシア戦術グループを構成し国際連合の指揮下でボスニア・ヘルツェゴビナに展開した。 1997年3月25日から8月14日までは平和安定化部隊スプブリクを構成し、ボスニア・ヘルツェゴビナに展開する。1999年7月26日から12月3日まで、旅団は北大西洋条約機構任務に参加し、平和安定化部隊スプブリクシーを構成して、ボスニア・ヘルツェゴビナに再派遣されている。 2000年5月15日から9月29日までは、ナトー指揮下で、クスプギート3、ガリシアを変装して、コソボ治安維持部隊任務に参加し、コソボに派遣される。2002年3月18日から9月まで、クスプギート7、ガリシアの変装して、ナトー任務クファーに参加して、コソボに派遣される。2003年7月26日から12月17日まで、旅団は、 イラクフリーダム作戦に参加するためスペイン語圏諸国軍からなるプルスウルトラ旅団を編成し戦時下のイラクに入った初のスペイン軍部隊となっている2005年7月25日から10月11日まで国際治安支援部隊に参加しアフガニスタンに派遣される2005年末から2006年内まで2005年10月のパキスタン王地震後の人道援助のために パキスタンに派遣される。2006年11月19日から2007年3月5日まで、アフガニスタンでのアスプ 4XV 作戦に参加する。2007年7月7日から11月25日まで、レバノンでのリベロイダルゴスリン作戦に参加する。2008年から2009年にかけては、アフガニスタン軍指導のためのアマルト6を構成し、これに参加する。 ありがとうございます。